西条凡次は、日本の漫才師、漫談師、放送タレント。本名、川内博明。毒舌と鋭い社会風刺を売り物にした漫談で、知られ、戦後の民間放送誕生初期に人気を博した。大阪府大阪市生まれ、旧聖な庭商業学校卒業、関西大学専門部中退。最初、五代目昭福定昇格に、 弟子入りするが芸人を志し、来藩した、古川六波や初代、大辻四郎に、弟子入り志願をしたが断られ、知人の紹介で当時、漫談屋と称していた、下月亭九里丸の内弟子となる。西条の定号は九里丸のペンネーム、西条近し及び西条八十から、凡事は、阿蘇豊かの漫画、ただの凡事から取ったとされる。しかしながら、結婚して、 妻が妊娠中にもかかわらず、師匠の臨家に無理やり住まわされる等のうちで師修行の辛さにこらえかね、一年で指定関係を解消する。後年、キュウリマルが折れる形で、同業者としての関係は修復するものの、ない弟子を飛び出して、以降、ボンジとキュウリマルの間の指定関係はなかった。当初から一人で喋る芸が希望であったがなかなか仕事がなく、 1935年に球場ゲージと、くんた、コンビ、球場ゲージ、西条ボンジとして、1000日前の寄せ、小宝石でデビュー。大学専門部中隊のボンジのキャラクターを前面に出した、インテリ漫才を売り物としたが、その後コンビ揃って徴兵。ボンジ自身が延べ3度の招集を受けている間に、相方のゲージが先病死したため、ボンジは復員後の一時期。 一師という女性と組んだこともあった。戦後キュウリマルの世話もあって、ピンの漫談で講座に上がる。ボロクソダイジェストと題する、世の中への不平不満を吐く毒舌の漫談が人気を、博した。1955年、新日本放送の、ボンジのお脈拝見、素人名人会の司会に抜擢された。ボンジのお脈拝見は、こんな話がおますんや、の決まり文句で始まる。 時事放談番組で白式ぶりを生かした幅の広いトークが話題を呼び、同フレーズは流行語となった。この時期は NHK にも朝日放送にも出演していなかったことから、事実上 NJB の専属のような状態であった。親父万歳の司会で知名度が全国区となった。1970年、私生活上のトラブルによる刑事事件が明るみに出て、その影響でメディアから離れた。 1972年4月に、ボンジの娘を、よろしくの司会として復帰。往年の毒気若毛を潜め、1979年に、同番組が終了すると、メディアの第一線から退いた。1992年5月31日、急性心不全のため78歳で死去。4年前から体調が優れず入院していた。個人の意思により葬儀はなし、遺体は、 大阪大学に検体された。死後の2000年、第5回情報演芸の殿堂入り。ABCDEFGHIJKL 最上、ボンジことバンク転居はヒソトアソシエーツ、20世紀日本人、明治展、新鮮芸能人物辞典明治平成。このうち、新鮮芸能人物辞典明治平成において、ただのボンジを、漫画家個人の名としているが、これは、 作品名であり誤り。ABCD 最上凡事ことバンク転居は、後段社デジタル版日本人、名大辞典プラス、ハット ABCDEFGHIJK 読売、新聞大阪本社文化部、情報放送お笑いし読売新聞社、1999年ピアニッシモ、百103から107、反骨の毒舌、最上凡事、香川都市長、 大阪の商芸人商文社、1977年、P152 何は商業の同級生だった。ABCD 第5回電動入り大阪府立、情報演芸資料館、沢田隆治、情報芸能笑いの放送誌、NHK 人間大学1994年10月から12月期、日本放送出版協会、1994年、103ページ、愛は秋を、雑誌落語、 92-93年情報園芸日誌公文出版 P141 ありがとうございます。